そう、終わってすぐに向かわせることになるけど、鬼が出ているらしいからね、行ってもらいたいんだ。それに私の胸の中で感じたかすかな揺ら、調べてほしいんだよ。頼んだよ。かずみさん、それに他の家族をさら、結局禰豆子を人間に戻す方法は分からなかったな。あ、次は東京府浅草。鬼が潜んでいるとの噂あり。こえ、もう次行くのか？行くのよ。ちょっと待って。またない。ここが浅草。すごい。夜なのにこんなに明るいなんて、山とは大違いだ。みんないつ眠っているんだ？鬼が潜んでいる可能性がある以上、それを調べずによそに行くわけにはいかないな。おい、ったく。ほう。禰豆子、ちょっと眠そうだな。少し休ませた方がいいかな。都会ってめまいがする。あっち行こう禰豆子。
はあ、こんなところ初めて来た。人が多すぎる。この匂い、どうして突然こんなところで。あの時家に残っていた鬼舞辻イルゼン。いる、この先に。逃がさない、絶対に。いる、近くにいる。落ち着け。こっちだな。よし、大丈夫、逃がしはしない。違う、こっちじゃない。しっかりしろ、炭治郎。横島の匂いが強くなってきた。近い。急げ。鬼舞辻無惨。お父さん、どうれ。こいつ人間のふりをして暮らしているんだ。私に何か用ですか。ずいぶん慌てていらっしゃるようですが。あら、どうしたの。人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。知らないのか、わからないのか、こいつが鬼だって。お知り合い。いいや、困ったことに少しも知らない子ですね。人違いではないでしょうか。まあ、そうなの。あなた、どうし。やめろ。奥さん、こちらよりも自分のこと。大丈夫、きっとなんとかなる。この人は誰も殺していない。くそ、この人を放ってはいけない。鬼舞辻無惨、俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと。どうしたのかしら、あの子。ねえ、月彦さん、地獄の果てまで追いかけて、必ず絶対にお前を許さない。あの耳飾り。貴様ら、何をしている。酔っ払いか。ダメだ、拘束具を持ってきてください。頼みます。いいから、離れろ。やめてください。どけ。やめてくれ、この人に誰も殺させたくないんだ。ワクチ、四角無限の子。なんだ。
なんだこの文様は。どうなってる。周りが全く見えん。何かの攻撃か。だとしたらまずい。これは。あなたは、あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。そして助けようとしているならば、私もあなたを手助けしましょう。なぜですか。あなたは、あなたの匂いは。そう、私は鬼ですが、医者でもあり、あの男鬼舞辻を抹殺したいと思っている。 あなたは一体。これ以上の話は後にしましょう。まずはその方たちを早急に手当てしなければ。私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか。診療所。いや、あの、実はよそで妹を待たせているんです。わかりました。では私は治療が必要なお二方を先に診療。ゆしろ、あなたはこちらの方のご案内を。俺がですか。俺は。ゆしろ、いいですね。わかりました。それではまた後ほどお会いしましょう。ねずこ、ねずこ。ん？ごめんな、ねずこ。置き去りにして。ん？ああ、ゆしろうさんは大丈夫だ。これから道案内をしてくれる。これから行く先には目くらましの術がかけてある。俺と一緒でなければお前は絶対にたどり着けない。目くらまし。それより鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。仕込め、仕込め。見にくいってことか。誰が。ねずこ、仕込めのはずないだろう。よく見てみろこの顔立ちを。町でも評判の美人だったぞ、ねずこは。行くぞ。いや、行くけれども仕込みは違うだろう、絶対。おい。あ、え、え、だ、よし。おかしい。どういうこ。遅いぞ。これ。さっきも言っただろ。俺、珠代様の診療所も、俺の術。なるほど。さあ行くぞ。珠代。どんどん行。早くユシロウさんを追わないと、匂いが消えてしまう。でも、なんでユシロウさんは待ってくれないんだ。よし。
それにしても由四郎さん早い。無性にモヤモヤする。これは多分禰豆子が仕込めと言われたからだ。ん？由四郎さんは分かってない。禰豆子は仕込めじゃないぞ。由四郎さんの匂いが薄くなった。こっちじゃないんだ。戻ろう。集中しろ。匂いを見失うな。由四郎さんの匂いがない。まさかこっちに来てない。禰豆子の顔を見てもらうためにも由四郎さんに追いつかないといけない。由四郎さんの匂いがない。まさかこっちに来てない。ところに早くこいいか。どうぞ。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまい。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して近
人の怪我の手当てをして辛くないですか。鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから。呪いが体をいじった。場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなきゃ。そうですか、そのような事情がおありだったのですね。でしたらやはり力になれることがあると思います。それにはまず先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければ。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが私たちは人を喰らうことなく暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から行け、もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか、この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。ユシロウは。え、あなたがですか。でも、え、そうですね、鬼仏寺以外は鬼を増やすことができないとされている。それは概ね正しいです。200年以上かかって鬼にできたのはユシロウただ一人ですから。え、一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って余命いくばくもない人にしかその処置はしません。その時は必ず本人に鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。嘘偽りのない清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を人に戻す方法はありますか。鬼を人に戻す方法はあります。は、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこであなたにお願いしたいことが2つあります。2つ、できる限り鬼仏寺の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。しかし驚くべきことに禰豆子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼仏寺の血が濃い鬼とはすなわち鬼仏寺により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか。それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなくもっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。お、まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。
わしの目にはごまかしは効かぬぞ。鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。それにしてもすさまる、お前はやることが幼いというか短絡というか。矢幅はうるさいの。私のマリのおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。あいつら鬼物児だ。今までの鬼と明らかに匂い、濃い匂いだ。肺の中に入ってくると。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。面白いの、面白いの。十二鬼月である私に殺されることを光栄に思うがいい。十二鬼月、鬼物児直属の配下です。さあ遊び続けよう。朝になるまで命尽きるの。玉屋さん、この二人の鬼は。おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。